ずはサーブちゃんぽんです。どうもおはようございます。今大阪の十三大橋に来ています。十三大橋っていうのは大阪の梅田から十三の大きい橋ですね。午前3時でかなり夜中なんですけれども、ご覧の通り車がバンバン走っています。さすがの大阪で一番、ね、密集している交通量のところかなと思います。早速ね、今回もこの淀川の河川敷のところでいろいろ写真撮ってみたいと思います。前振りとかちょっとよくわからないんで、もう早速いろんな景色見てみたいと思います。最初は車の光を利用してレーザービームの写真を一回撮ってみたいなと思います。シャッタースピードをかなり長い時間にして撮ってみます。次に今撮影したこの十三大橋のレーザービームの写真のちょっと右に傾くと高層ビルの景色が広がっているので、ここをちょっと写真撮ってみようと思います。さあ今階段を降りてきて河川敷の方までやってきました。こっから見る景色もね、結構この高層ビルがあっさーあっさーってなってて結構綺麗な景色が見えるんで、この様子もちょっと写真で撮ってみようかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、なんかの今川に向かって伸びる小道があったんですけど、そこにこう木がわーって覆いかぶさってて、この木の向こうにこのさっきの十三大橋が見えるっていうのがなんか結構綺麗な景色、ちょっと幻想的な感じになってるかなと思ったんで、ちょっとこっからのね景色も一回撮ってみようかなと思います。ちょっと暗くてかなりピントが見にくいけど、もうちょっと許してください。行きます。はい、この1枚目はシャッタースピードを30秒にして、ちょっとシャッタースピードが長すぎてちょっと白飛びしてしまった写真です。でこっちの2枚目は、まあ、明るさはまあまあいいかなと思ったんですけど、この手前の木ですね、この木にちょっとスピントが合ってしまって奥がねボケてしまってるんですよ。まあこれはこれでこの木のゲートをくぐって先の十三大橋に向かっていくぞみたいな景色が撮れてるんですけど、奥がピントが合ってないとなんとなくいまいちな写真な感じがしました。そしてこの最後の写真、これが、なかなか奥にねピントが合わなかったんで、あえてこうマニュアルにしてこうピント合わせてから写真を撮りました。これも全部シャッタースピードは6秒で撮ってます。今度はね、あの淀川のさらにこの川のそばまで近づいてくることができたんで、どこまでやってきてます。ちょうどあの向こう側に左手前に船が見えるんですよね。船でこの船を左写真の左側のアクセントにして、十三大橋が中央あたりからこう左側に向けて伸びてきているので、それがまあ左側ですね。で、まあ、この辺のあたりのスポットにして、で右奥に梅田のスカイビル、有名なスカイビルがあるんで、それを右奥にします。で手前にはこう岩がゴロゴロしてるっていう写真を撮ってみたいなと思います。あとポイントはシャッタースピードを長くすることによって、今波が淀川に少し波立ってるというかざわざわしてるような波になってるんですけど、これをシャッタースピードを長くすることによって、まあ、具体的には30秒とか、まあ、ちょっとそれ以上にしてみようかなと思うんですけれども、滑らかな水面にしてみたいと思います。それでは撮ってきます。結局シャッタースピードを30秒にして撮ってみました。水面が滑らかになって、あの肉眼では見えないような景色を撮影することができたんじゃないかなと思います。手前の方にも奥の方にもピントをできるだけ合わせたいなと思ったんで、絞りは F 値14にしました。 ISO 感度一番低いやつで長時間のシャッタースピードで撮ろうかなと思ったんですけれども、一番低い ISO 感度100とか80とかの数値ではあまりにも暗かったので、 ISO 感度はちょっと400にして撮影しました。あとまあそれはいいんですけど、もうあそこの川のそばはめっちゃもう水が近いんでドロドロやったんで、もう靴がベッタベタになってしまいました。淀川からちょっと上がってきたところで何枚か写真撮ってみたんですけれども、私あのゆうとびさんの動画を本当によく参考に最近はさせてもらってるんですけど、四隅が大事だっていうことを学びました。でこの普通の何の変哲もないこの道路の写真でも、あの右の方にあの十三鹿島方面の看板を入れる、そしてこの奥の方に白い鉄橋がちょうど通っている、そして左側にはこの一方通行の標識が立っているっていう構図に一度してみました。どうですかね、まあ、全然素人ですけども。でちょっとあの左の方が寂しかったんで、私自身がこの副題になってみたいなね、そういう風な感じで撮影してみました。あ車がでもやっぱり夜中やけどよく通ります。鹿島インターでもちょっとだけ写真撮ってみます。あのベンチ、あそこにあるベンチをちょっと写すんですが、このベンチだけだと物足りないんで私もちょっと写ります。